はい、どうもこんにちは、ピアソンのんです。今回は久々にね、蛇竜化計画についての進捗具合をご報告できたらなと思って動画を撮っております。いや、めちゃくちゃね、久々に多分ハンター動画うちの出すんかな。まあそれもあってね、まあ、昨日おとつい上げた動画でうちがなんかうるさいとかって怒っとった動画も、まあ、正直うちが報告してなさすぎてね、みんなが心配してくれて、そのハンターどうなってるんですかっていうのも含めてみんながすごい聞いてくれとったと思うんやけど、まあ、今回やっとね、動画化できるぐらいのレベルまでちょっとメンタルも回復して、プレイの方もね、なんかうまくいってきて調子が戻ってきたので、やっと動画にできるっていう感じでね。まあ本当にね、70% あるってことは勝っとんよ、ちゃんと。だけどうちは本当にそう、それこそめちゃくちゃ10連敗するとかそういうわけじゃないんやけど、単純にもう短期すぎて、まあ向いてないよね、要するにハンターをするにあたって。1試合負けただけでもうキーって怒るわけよ、うちは。だからもうダメない、本当に。もう短期もやけんね、1回負けるごとにもうプンスカプンスカしとることで、もうハンターもなかなか進まないというか、まあ、今回そのどうやって勝てるようになったかっていうと、このガラティアをね使うことによって勝てるようになりました。雲で頑張ってやりよったけど、やっぱり暗号機負荷とかができないってのもあって、上やっても鏡がひどすぎて、なんかうーんってなって、もういろいろやったけど、やっぱもうガラティアかなとかってなった時に、ゆいにちょっと教えてもらいながら、あと石像の仕組み、なんか石像をうちは今まで予測で出しよって、予測で当たるわけないやん。でそれのちょっと仕組みが分かってきて、ようやくガラティアも扱えるようになってからは勝てるようになったかな。他にもまあ戦績ね、結構あるんやけど、スクショしてます。マルチ戦とかで動画撮るときにサバイバー結構やっちゃって、戦績がサバイバーで埋め尽くされてるけん、まあそんな感じでガラティア使って頑張ってるので、その様子を動画にしてきました。後半戦よかったら見てみてください。よし、やっていきますか。ここのスポーン行っちゃったらカラスに行くのがいいんかな。小屋に行ったらちょっと早すぎてまだ隠密しちゃうよっていうサバイバーがおったり関係、まあカラスの方を経由していなかったら小屋の方行こうかな。スポーン行っても結局ね、覚えてなくて感覚でやっとるけん、それもいかんのやろうね、多分。うまくならないコツは自分にあるって言ってね、今占い師おったけど、まあおわんとくわ。占い師は追うキャラじゃない、まあ、いや占い師追うキャラだからまあいいや、こっちに調香師おるけん調香師を。いや、なんかカラスってね、いいようで悪いんよね、結構稼がれるけん。まあなんか王道にこういう小屋とかに行け、当たれ、よしの方がいいんかなって。まあでも小屋でめっちゃチェイスしてくる人もおるけん、まあ結局やね、どこのスポンジというよりかは追える人を追う方がいいんやろなっていう、キャラで追うのも良くないやと思う、多分。ほんとプレイヤー、やばい、これもいける、ナイス。いや、これがあるけんね、ロマンがあるよね、ガラティアは。調香師も香水戻るっていう作業をさせないっていう、でしかも地下に連れる、これも割といい初動。いや、ちょっとお散歩気味やったんかな。いや、でもかなり早いと思う、これは勝てるわ。こっからね、負けることもたまにあるけど、で、これ傭兵が多分、あ、待機そこか。あ、OK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 。こうやって地下から上がっていく瞬間、ピュッと降りてくるサバイバーがあるけん、それを警戒しながらと思ったけど、これは多分傭兵が、来るよ来るよ詐欺しとるけん、このまま、当てれたらいいけど、当てれんかったね、全然。全然当てれんかった。今日はランク戦始まる前にボット相手に石像の練習もしてきた。5分か10分ぐらいかな、普通に。もうボット相手にやってるっていうね、それがでもやっぱ大事かな。あとはユイとワンオンワンしてやったりもする、たまに。これ全然来んやん、全然サバイバー来んけん、このままやっちゃおうか。あー、なんか違うな、今日石像が悪いな、これ。めちゃくちゃ石像うまく決まるときと、もう今日みたいな、ちょっとやっぱあれかな、実況撮りながらっていうとうまく見せなきゃと思って、ちょっとプレイがガバガバになっちゃう。ここ当たる、まあ、こういう狭いとこ好きやね、別に。こういう狭いところに入ってくれると嬉しい。残り3台やし、多分大丈夫やと思うけど、防御をせんと普通にやられちゃうよね。あー、なるほどね、占い師が真ん中で、あ、いや今の当たらんのか、墓守が救助くる。
こういう時にうち占い師に圧かけたりしに行くんやけど、さすがにこれは球場にワンチャン狙って、うん、墓盛り狙うか、うん、当たらんかな、うん、もうそんなにか2やけ、当たった当たった、うん、いやでも2個当たりたかったけどまあ、うん、難しいね。で、傭兵はもう放置でいいかな、このままあの墓盛りを狙って暗号希望外の意味を込めた狙い、いや、どうなんやろ、傭兵つった方がよかったかな、まあ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 、でもこういう時にあの狙うっていうの大事やった気がする。全然狙えんだけど大丈夫かな。え、これ占い師に圧かけに行った方がよかった。いやこれで狙える狙える、いけ当たれ、ここで当てるんや、当たったやろ今の、当たれ。ここも確定でさ狙えるらしいんやけどさ、全然うちがやったら当たらんだよね。こういう窓とかは確定ポテナらしいんやけど、石像が当たりません。ここで狭いとこでやればオッケー、ナイス、よし、あーまあ多分大丈夫よね。入れてる暗号機、占い師どこ行った、傭兵起こしに行ったとかないよね、多分こっち方面に行ったと思うんやけど、傭兵が揺れてないね。暗号機めっちゃ見やすい、なんか一列並んどるあ、起こすんか、あーでもありがたいかもそれ、むしろここで、はい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 、みんなで救助に行ってくれると。でこのままもう誰でもいいけん、とりあえず狙えればいいかな、ダウンできたら墓盛り狙う、あーやったねこれは。いやでもなんかつっかえてくれた、この鬼没のおかげで、あーもう袋を覚えいやなんかそんな気はした、記憶の中の片隅にはあったけど、まあ袋結局まあ石像で剥がしたことないしいっかうん、もうなんか空軍の銃とかもね、タックルとかも石像で防げるらしいけど、そんなの成功したことないけん絶対興奮持っていくんですよ。やばい、残り1個になった、どこ回してる、そんな回ってる、あ回るか、でもめっちゃ身になりする、どうしよう、どこにいる、あ、オッケーオッケー、こっちか、そう合体石像で通知もね、もうダメだ、もう焦ったらこうなっちゃう、うち、いやもうこれ傭兵でいっか、うん、もう怖いしね、暗号機寸止めとかってなるよりは残り石像一回当てたらダウンっていう状態の方がいいか。どこ回してる、そもそも、あーそこゲート前回してる、いや違う、ゲート前だよね、だよねだよねだよね、あっちの方面にピックをとりあえずドンピシャに投げなきゃ、オッケー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 、いい感じのとこに投げれたけど、あーおっと占いしよった、占いし一瞬黒いけわからんかったんやけど一瞬で、このままこれでダウン取れば問題ないよね、で一発よしオッケー、さすがに 0.5 は当てれる、うん、さすがにね、これでもう勝ちっしょ、あーよかったー危ない、いやでも本当にね、なんていうの、遠距離妨害ができるキャラクターで一番楽だわガラテアが。ジョーやったらワンチャンミスるけど、ガラティアは、まあ、なんか何回かチャンスをもらえるっていうね、石像のおかげで、それ考えた時にやっぱりガラティア強いね、うん、これでなんかあんまおらんね近くには、多分宝箱あさって注射器出して回復したんかな、ああなるほど、中央で多分、ああ足跡あるね、うん、オッケーオッケー、いいよねこれ、索敵もできるって強いよねガラティア、いやタコとかもいろいろ練習したけどやっぱり、ここおるよね、ここおるよね、ここおるここおる、オッケーオッケーオッケー、はいナイス、こんな感じでね、まあ、ガラティアなら勝てるようになってきたので、今後もガラティアを使って頑張ってジャルイまで目指していこうかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました、バイバイ。